こんにちは。こんにちは。アンチャンネルの安藤雄一と吉本健太です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、吉本プロのインスタ、はい、概要欄にインスタとフェイスブックリンクしているのでフォローください。でインスタにですね、ダイレクトメールが、生徒さんじゃない方ですよね、関東の方から来てですね、はい、ショートアイアンの打ち方、もうその方結構うまいんですけど、ショートアイアンでやっぱりバーディーを取りたいということで、はい、ショートアイアンのこうライン出しっていうか、こう、ね、そういうふうにショートアイアンでこうラインが出るような打ち方を教えてくださいということで、はい、今日はそれについてやっていこうと思います、はい、で先に結論から言います。ショートアイアンでラインを出そうと思ったらフェースローテーションをしてはいけません。少なくしていただくということですね。まあ、その状況とかラインにもよるんですけど、基本的にはショートアイアンっていうのは、ロフトが寝てるので球が高まりやすいので、はい、フェースローテーションを少なくしていただいた方がラインは出ますね。出ますね。はい、高さのコントロールとかそういうのもありますので、はいはい、その辺を今日は2人なりに解説してやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、それでは説明したいと思います。ショートアイアンでラインが出ない方の特徴なんですけど、トップからインパクトにかけて、まあ、手首の角度がほどけて当たってしまいます。でこうなってしまうと、ボールの手前もダフりやすいですし、うまく当たったとしても球が上に上がってスピンがほどけて、ボールのコントロールがとてもしにくい状態になってしまいます。でショートアイアンこそハンドファーストで打っていただきたいんですけど、その打ち方をまず説明したいと思います。ボールの位置はですね、通常通り、スタンスも中央にセットしていただいて大丈夫です。で構え方なんですけど、ほんのちょっと重心を、6対4の比率で左重心にします。気持ち重心、左重心 で頭の位置なんですけど、これ結構非常に大事で、頭がですね、右に傾いてしまうと手首の角度もほどけやすくなってしまいますので、頭の位置をですね、ほんの少し左に傾けましょう。ほんのちょっとですよ。こんな傾けちゃうとちょっと鋭角に入りすぎてしまうんで、ほんの少し左に傾けてみてください。でこの状態で振り上げていただいて、トップからダウンスイングに入るんですけど、ここから一切手先は使わないようにしましょう。ここから左膝、左の股関節、左脇腹、ここを思い切って背中側に引いていきましょう。トップからトップのこの形を保ったまま、左膝、左の股関節、脇腹を引いていく。そうすると手首の角度をキープした状態のままインパクトの形を迎えることができます。で、ここから打っていくんですけど、ここから手元なんですけど、手元は必ず体の左側、左手を意識したらいいですね。左手をラインを出そうとして、まっすぐ出そう、手をまっすぐ出してしまうと最悪です。もうフェースが開いた状態でボールに当たってしまって、シャンクやトップやいろんなミスが出てしまいます。トップからトップのこの形をキープしたまま、左サイドを引きながら左手を体の近くに思い切って引きつけましょう。で最初は難しいと思うので、ハーフショットぐらいで腰の高さから引きながら持っていく。ハーフで繰り返し練習してみてください。やっちゃいけないのは体の回転を止めることです。止めてしまうと、最初説明したように手首の角度がほどけてしまいます。左サイドは切り返しからフォローまで動かし続けてください。最初はですね、左に引っかかりそうな感覚になると思いますけど、体が常に先行した状態でスイングしていくと
クラブヘッドが手元を追い越すことはありませんので、打球は低い球でラインが出せるようになります。ぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございます。ではこれピッチングウェッジを持ってるんですけど、ショートアイアンのラインの出し方をやっていきたいと思います。そもそもショートアイアンというのは、このロフトの角度が寝てるアイアンのことですね。ロングアイアンはこのロフトの角度が立ってきます。このロフトの角度を寝せてる、が寝てるアイアンのことをショートアイアンと言います。でこういうアイアンっていうのは、同じスイング、同じ軌道で同じスイングをしても、ロングアイアン、ロフトが立ってるアイアンよりも、ボールが捕まりにくいです。捕まりやすいです。なので、基本的に先ほど言ったようにフェースローテーション、こういうふうにフェースをローテーションしてしまうと引っかかってしまうボールがかなり多いです。なのでフェースローテーションしないフォロー、こういうフォローですね、こういうフォローがフェースローテーションしないフォロー、フェースローテーションが激しいフォローっていうのはこういうやつです。基本的にショートアイアンっていうのはこういうふうに、先ほど吉本プロが言ってたようにフェースローテーションをしないようにやっていただけたらなと思います。で今回おすすめしたい、ドリルはルックアップ、皆さん一度は聞いたことあるかもしれないし、アンチャンネルで前に、ルックアップの打ち方をやったんですけど、それも概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてください。ちょっと昔のプロゴルファーになるんですけど、アルカソレンスタム選手とか、男子プロで言えばヘンリック・ステンソン選手なんかがやってる打ち方なんですけど、基本的にこれがヘッドアップですね。前傾と一緒に顔がこういう風に上がるのがヘッドアップなんですけど、ルックアップっていうのは目線がボールより前を向くだけで、基本的に頭の位置とか変わりません。目線がターゲットより前を向くことによって、体の左サイドが回りにくい方でも体の左サイドが回るようになって、フェースローテーションが少なくなる。でこれなぜフェースローテーションが少なくなるかというと、吉本プロも先ほど言ってたんですけど、体の左サイドが止まると必ずこういう風にフェースが返ってしまいます。必ずじゃないんですけど、体の左サイドが止まるとフェースが返る確率がもうかなり上がってしまって、ほとんどフェースが返ってしまって引っかかってしまったり、そういうミスになってしまうので、ルックアップをすることによって体の左サイドが回らない方でもここにスペースが生まれますので、目線をボールより先に置くことによってですね、体が先行してヘッドが遅れてくるんで、フェースターンが少なくて引っかかりが少なくなるんですね。ではその練習法をどうすればいいか、早速やっていきたいと思います。でこちらにボールを置いていただきます。これご自身が打つボールですね、打つ用のボールです。でもう一つこの先に、右前でも左前でもいいですけど、ちょっと左前の方がいいかな、左前にボールを置いていただいて、今回は分かりやすいように黄色のボールを置きます。で単純にハーフスイングからでいいんで、インパクトの時にボールから目を離して、この先にあるボール、このカラーボールを見ながら打つ練習ですね。でこれ最初ですね、空振りの心配があったり、ボールから目をこう反らすことによって結構抵抗があったり、実際に当たりにくくなるかもしれないんですけど、この練習の目的っていうのは、体の左サイドがクラブに対してリードする、そのことによってハンドファーストに当たる、これ大事ですね。吉本プロもおっしゃってましたけど、このハンドファーストっていうのはショートアイアンでラインを出すために結構大事なスキルなので、これがハンドレイトといって、こういうふうにほどけてしまうと、ラインが出ないので、しっかり体の左サイド回してハンドファーストで当たって、でそこからここから当たった後も大事ですから、当たって体が止まってしまうと急激にフェースターンしてしまうんで、最後までフェースが、体がフェースを追い越さないようにですね、フェースが体を、そのためにこのルックアップの練習をしていただけたらなと思います。でもう一回いきます。ハーフスイングで結構です。でハーフスイングも怖い方は、膝まででも結構です。ちょっと今回はハーフスイングでやります。インパクト前にボールの前に置いたボールを見ていただく、この練習をすることで、特に引っ掛けが多い方ですねの
すごいラインが出やすくなってくると思いますので、ぜひやってみてください。で、最初のうちはですね、本当に空振りしても当たらなくてもいいです。これをだんだんこうフルショットにつなげていかないといけないので、でルックアップすることによってハンドファーストに当たって体の左サイドが回るようになってくるので、ぜひこのドリルを皆さんもショートアイアンで試してたくさんバーディーを取ってみてください。はい、今ルックアップですね、フェースターンをしないようにするためにはやっぱり体の動きに対して手が先行してしまうと、もしくは体の動きが止まって、まあ、僕がやったように手が返りすぎてしまうとフェースターンしてしまって引っかかってしまったりするので、ラインがなかなか出ません。あと、ね、吉本プロがやっていただいたようなハンドファースト、はい、ハンドファーストですね。やっぱりハンドファーストに入れることによって球をショートアイアンで抑えれるので、あのやっぱり風にも負けにくいですし、そうですね、あとです、ね、ラインがやっぱり低い球の方が出やすいし、実はショートアイアンで低い球を打つとスピンが結構効くんですよね。上に上げちゃうとほどけって、そうですね、ほどけますよね、はい、抜けてしまうんで、もう球がですね、まあ、今日やったことをやっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で、概要欄にもインスタとフェイスブックの URL を貼っ付けておきますので、ぜひ何か質問が今回のようにありましたら、どしどしよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回も見てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アンチャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様のゴルフのお役に立つような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。